はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。こ、あ、恋じゃない言ってください。美咲です。はい、よろしくお願いします。第2回の美咲の部屋ということで、はい、はい、今日もお送りします。今日、じゃあ何かやってくれますか。はい、今日もセルフアレンジを今日もやります。はい、まあ自分でできるセルフアレンジですね。まあセルフアレンジ自分ができるやつやな。はい、そうですね。はい、何使うんですか、今日は。今日はこちらですね、こちらのスカーフと、はい、ゴム1本だけです。ゴム1本とスカーフと、はい、あとスタイリング剤も使う。はい、はい、ちょっとそんな感じでできる、まあ自分でできるアレンジになってますので、まあ本当にアレンジが苦手な方でも多分この手の動きだったりとか、そのやり方でできるかなと思うので、いつも悩んでる方よかったら参考にしてみてください。じゃあ動画いきましょうか。はい、はい、じゃあそれでは動画をどうぞ。はい、じゃあまず始めていきます。じゃあ N ドットのオイルをつけていきます。まず毛先を中心に全体的につけて、で表面に向かってなじましていきます。後ろで大体でいいので半分に分けます。でその次にサイドの髪の毛も耳後ろで半分に分けます。サイドの髪の毛を親指と人差し指で掴んで、後ろの髪の毛を中指と人差し指で掴みます。その後に後ろに回転させながらねじっていきます。両サイドの髪の毛を後ろにねじってまとめていきます。で次にゴムで結んでいきます。なるべく根元の方からしっかり結んであげると綺麗に止まります。毛先の髪の毛を両方グッと引っ張ってしっかりと締めます。ゴムの部分を押さえながら少しほぐしていきます。サイドの部分と表面の部分少しほぐして、手を持ち替えて反対側もほぐしていきます。次にスカーフをつけていきます。ゴムの部分に巻きつけて結んでいきます。長さにもよるんですけど、だいたいまあ2回ぐらい結んで固結びにします。で全体的にバランスを整えてスカーフも形を整えたらこれで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。簡単にできるセルフアレンジになってます。よかったら参考にしてみてください。こんな感じで仕上がりました。今回のポイントはスカーフの長さとポニーテールの毛先の長さを揃えてあげることです。よかったら簡単なので皆さんも試してみてください。ありがとうございました。